界なんて飛び越えていく、そんな覚悟が今ここにある。寂しいんですけど、よかったらチャンネル登録していてください。さて、俺が高校ね。なるなると、まあまあ悪くはあらんじゃないか。まあやってみよう。久しぶりに使うか、このドッキリ。はい、ちょっと待って。いや、まあ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 、ゼロではないな。ゼロではないな。ゼロではねえ。これで、こうして、だな。で、ああやって、こうやってか。マシンナーズギアフレーム。マシンナーズギアフレーム以外のマシンナーズ。ああ、マシンナーズのなんか闇のやつだ。あ、止まった。行くか。ああ、なるほど。そう来る。あ、まあまあまあ、いいんじゃないですか。まず、マジックカード発動。ヘビーフォワード。で、これ、はい。出して。はい、こいつだ。無限軌道6巻か。効果発動。召喚す、アンティークギア、ワイバーンを守備として特殊召喚。効果発動。アンティークギアカード。手札に加える。どうしようかな。これかな。ゴーレムを手札に。で、こうするとレベル8になるのか。レベル8エクシーズ2体。こいつか。か、あとこいつか。これでいくか。やってみよう。アンティークギアバリスティックシューター。効果発動。俺は、これで手札に加えるのがギアタウン。そしてギアタウン発動。バリスティックシューターの効果。で、ギアタウンと相手のモンスター。で、ギアタウンが破壊されたことで、アンティークギアモンスターを呼び出すことができる。っていうことだよね。そういうことだよね。アンティークギア。で、なんか召喚できるの？あ、こいつね。キャンセルで、アンティークギアフォートレスを発動。1、2、3、4であっちにも行けんだよな。どうしようかな。え、一旦ここは普通にバトルフェイスで行こう。えい！で、破壊したことで効果を発動。カードを1枚破壊する。何？エクスティンギッシュ。あぶねー。で、このままだと多分このバリスティックシューターがやられる可能性があるんだよね。それは避けたいので、アンティークギアフュージョン。これで俺は行くしかないか。4体のアンティークギアモンスターで融合召喚。アンティークギアカオスジャイアント。ふん。これ普通に待って、アンティあ、まあでもダメ、与えたダメージは変わらんか。で、なんだったらこれの相手のカード1枚破壊できただけ全然得かも。激強モンスターだぜ。これ生半可なモンスター出したらやられるぞ、これ。相手モンスターに1回ずつ攻撃できて貫通あるから。魔法トラップの効果を受けず、相手はバトルフェイス中にモンスターの効果発動できない。ギアギアンカー。裏返し名字なんてしたらもう死んじゃうよ。ギアギア、でも、あ、まあまあまあ、うかくイコールアンティークギアのイメージだよ、やっぱり。いや、それは自殺行為じゃねえかな。効果発動しねえ方が強えと思うけど、しょうがない。やってあげるしかないよね。くらえ。
苦しみは一瞬だよ。対戦ありがとうございました最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。